スピントラップ法に使われる EPR 分光計。スピントラッピング、またはスピン補足は電子スピン共鳴分光法を使って単寿命、フリーラジカルを検出及び同定するために科学と生物学で使われる分析技術である。EPR 分光法はフリーラジカルの不追電子といった常時生子を検出する。 しかしながら、ラジカルの半減期が EPR で検出するには短すぎるとき、ラジカル生成物と共有結合を形成し、より安定で EPR 分光法によって、検出可能な常時性共鳴スペクトルを持つ負荷体となるスピントラップ剤と呼ばれる化合物が使われる。単寿命ラジカルを検出するためのラジカル負荷反応は1968年までに、 いくつかの独立したグループによって開発された。エヌタートブチルアルファフェニルニトロン。一般的に使われるスピントラップ剤。5、ゴジメチルマイナス1ピロリンへのオキシド。一般的に使われるスピントラップ剤。最も一般的に使われるスピントラップ剤は、エヌタートブチルアルファフェニルニトロンと5、ゴジメチルマイナス1ピロリンへのオキシドである。滅多にないが、3? コージブロムマイナス4、ニトロソベンゼンスル本酸といった C、ニトロソスピントラップ剤を使うことができる。C ニトロソ化合物では、しばしば追加の超微細構造が得られるが、特異性の犠牲が生じる。コージーソプロポキシホスホリルマイナス5メチルマイナス1、ピロリン N オキシドによる、スピントラッピングはミトコンドリアにおける、超酸化物酸性の測定で使用されてきた。この他に、 にメチルマイナスに、ニトロソプロパンも用いられる。スピントラッピングのための一般的な手法は、ニトロンスピントラップ材へのラジカルの負荷を含む。これによって、スピン負荷体であるニトロキシドに基づく、持続的なラジカルが形成され、これは EPR を使って検出できる。スピン負荷体は大抵捕捉された、特定のフリーラジカルに特徴的な独特の EPR スペクトルを示す。 ラジカルの同一性は、G 値といった対応するスピン付加体の EPR、スペクトルプロファイルに基づいて推定できるが、最も重要なのは、関係性のある角との超微細カップリングである。補足されたラジカルの同一性の明確な割り当ては、親ラジカルの安定同位体標識化合物を使うことによって行うことができる。安定同位体標識によって、 超微細カップリングがさらに加わったり変化したりする。注目すべき点は、ラジカル不荷体がしばしば EPR 以外の技術で検出するのに十分は安定であり得る、ということである。ロンドンのグループやベルリーナーとクレムト総部のグループは、こういった不荷体の研究に NMR を使用してきた。ティミンズラは、タンパク質不荷体を管理するために、DBNBS トラッピングによる、 電化の変化を使用した。また、メイソンのグループによる高ンポ抗体の開発は大きな進歩であり、単純な免疫ベースの技術によってスピントラッピング反応の研究が可能になる。ありがとうございます。